こんな風にこんな風な絵が描きたいとか自分の理想っていうのとも多分ちょっと言葉が違っちゃうんですけど、こんな風に自分の絵をしていきたいとか、あります、はい、それってどういう感じですか？私は今はあの例えばさっきの友達を描いてるって言った絵も、はい、まあ、平面じゃないですか、うん、見た、そうですね、平面これですよね、例えばね、うん、それを立体にしたいなと思ってる。あ、これをこういうのを、これは平面で表現してるじゃないですか、例えば、うん、だけど、こっから立体にしていきたいのために私は今こういうのをちょっとカテとして、こういうのをだから、この形からあの最初ベースになってるのがちょっとこういう形だとしたら、その上にどん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 、これも誰かさんなんですけど、友達とかなんですけど、友達をイメージした形を重ねていくっていうの、面白い、これはまだ平面ですけど、立体に近づくための私のちょっとレッスン、立体になってくるっていうことですか、うん、まあ、人って立体じゃないですか、人間の体って、はい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 、だからやっぱりあの人をなんか表面で捉えない奥の方を見るっていう人間も立体にしていけたらいいなと思うし、ちょっと立体、具体的に面白いですね、うん、立体にしてったら面白いかなと思ってて、うんうん、すごい面白い、それができたらいいなとは思うんですけど、できる、うん、できそうですね、もっとできそうですか、やりそうですけどね、でもこれをなんか具体的に立体にしていくのは結構大変かもしれないけど、ちょっと、まあ、ここから一歩ずつちょっともっと立体にしていけたらいいなと思って、不思議ですね、まあ、なんか興味のあるアーティストさんって結構立体の人結構いるんですよ。あ、なるほど、なるほど、それでそういう人たちの見てたらやっぱりなんかこう平面で、例えばこれだったら誰かとある友達を描いたりしてるわけだけど、でももうちょっとこう奥行きを感じさせたいなと思うんだけど、だからちょっと今のところはあの素材感を変えたりとかしてコラージュしたりしてみたりもするけど、やっぱり全然そのなんか立体でなんか形にしたら面白いんじゃないかなって、本当ですね、いろんな角度から人って正面から見たのと横から見たのと後ろから見たのって絶対違うから、ね、それができたら面白いなっていうのが今の夢です。ああ、そうなん